いや、おはようございます。モークさん、おはようございます。モークさん、おはようございます。ここちょっと電波が弱いのかな。すいません、ここもやっぱりちょっと電波が弱いようですね。ちょっと場所を変えなきゃいけないかもしれませんね。ちょっと電波を変えましょう。電波のいいとこ探します。微妙ですよね。電波が非常に微妙で、なかなかいいとこがありませんね。ちょっとブランクがありますね。あ、少し皆さん緑をお見せしましょう。緑の多いところ。いい天気です。アキトさん、のび太さん、ガッデムさん、太陽さん、あんかけさん、まゆちゃん、リエさん、はい、これで大丈夫かな。はい、一応放送できてます。ちょっと電波弱いですが放送できてます。ここにもブランコが、ブランコ放送いいですね。納豆さん、おはようございます。節子さん、おはようございます。ゆうさん、おはようございます。あー、 YouTube ダメですね。ごめんなさい、やっぱり YouTube はですね、なかなか難しい。 YouTube 難しいですね。狂犬ちゃん、おはようございます。アメン。はい、それではですね、 YouTube はちょっと諦めましょう。 YouTube いつも諦めてます、はい。24ぐらいでしょうかね。5月24、ルルさん、おはようございます。朝の電動放送です。タモさん、おはようございます。朝早く本当に皆さん来てくださって感謝します。あ、24、あ、合ってますか。24ね、はい、ありがとうございます。本当に最高の気候です、ね。まあ、日中はちょっと暑いかもしれません。リエさん、 YouTube いつもダメ、ごめんなさいね。なかなかですね、電波が難しいですね。はい、タケルさん、イエス様、おはようございます。いつも YouTube 難しいです。しかし後でですね、 YouTube アップします。ですから、もし録画見たい方はですね、YouTube ライブはダメでも、録画見られますから、ぜひ皆さん、後で 見たい方はライブ見れない方はYouTube をですね、見てくださるといいですね。はい、それではですね、メッセージいきましょう。メッセージ。人間はどこから来て、どこへ行くのか。人間はどこから来て、どこへ行くのか。人間とは何か。私たちは人間です。皆さん人間ですよね。綺麗な景色で癒されます。モーカさん、ありがとうございます。私たちは人間です。それは確かです。そして私たち生きています。それも確かです。しかし私たちは一体何なのか、どこから来たのか、人間とは何か。これはですね、多くの人が考えてきたことであり、まあ、それが結局哲学になったり文学になったり、芸術になったりしてきたと思います。人間のその人間のなんていうの、根本的な問いかけ、根本的な疑問、それは自分は一体何なのか、自分は一体何なのか、それが人類の疑問でした。
あやぽんさん、おはようございます。多くの人はですね、まあ高校生ぐらい、または大学生ぐらいの時にそういうことを考える人が多いかもしれません。しかしだんだんですね、社会のその社会のこの歯車といいましょうか、特に仕事なんかし始めるとですね、もうそういうことを考えなくなって、人間とは何か、自分とは何かというですね、問いかけをしなくなって、目の前にあるいろいろな生活のリズムの中で、そういうことを考えなくなってしまうのではないでしょうか。皆さんも高校生の時に、大学生の時にそういうことを考えたことがある人もいるんではないでしょうか。私もですね、高校の時に考えました。高校の時に一体人間とは何か、人生とは何か考えました。むしろ考えるのが当たり前ではないでしょうか。自分が何か分かんなければ、それはちょっとですね、なんて言うんでしょうかね、まあ、動物は考えませんから。動物は、自分が動物かどうかも分からないし、自分は何かを考えないで動物は生きているでしょう。しかし人間はですね、人間だけは違いますね。人間は動物と大きな違いがあります。それはいろいろ違いがありますけど、言語を持ってます、ね、考えることができます。人間はですね、自分は一体何なのかと考えることができる存在です。そして多くの人が考えました。今この世の考え方は、人間は進化してたまたま偶然に生きている生物の一つに過ぎない。猿が進化した偶然たまたま生きている存在というのが多くの人の考えではないでしょうか。でも皆さん考えてください。それでいいんですか。私たちはたまたま進化して、猿から進化してたまたま生きている存在、それで満足できますか。それで納得できますか。そんな曖昧で、何か分かったようで分かんないような答えで皆さん満足できるんでしょうか。私はできませんね。私はできません。それは答えのようであって答えになってません。なぜなら、もし進化してできたら、一体、本当に進化したかどうかも証拠もありません。単なる仮説です。進化しているならば、なぜこんなにあまりもよくできているのか。進化したにも、進化そのものにいろんな疑問がたくさんあります。矛盾があります。そして私たち自身、進化 したとしたら、じゃあどうなんだ。進化したから自分はどこから来てどこに行くのか、それでは答えができません。多くの人は死んだら無になる、死んだら無になると考えています。でもそれじゃあ、ね、何かおかしいでしょ。死んで無になるなら、じゃあ生きてる意味がないじゃないか。死んで無になるなら何のために生きてるのか。だったらなぜ、ね、自殺する人を止めようとするのか。死んで無になるなら、ね、自殺するのも自由、生きてるのも自由、生きてることにそんなに意味がないなら、どっちでもいいということになります。でも私たちはそう思いません。私たちは人が死んでほしくない、自殺してほしくない、元気で生きてほしい、これは私たちの正直な気持ちじゃないでしょうか。もし私たちが、家族や知ってる人がですね、幸せに元気で生きてほしいと本当に思うならば、生きていることに価値があるべきではないですか。生きていることに価値があるから、ね、みんな元気でいてください。みんな元気ですか。皆さんの、ね、幸せを祈ります。多くの人は、そう思うじゃないですか。
花ないですね。ちょっと花ここに1個あります。ちょっと非常にたった1個ですけど、ここに1個花があります。ツツジだと思いますね。これしかない、花はこれしかないんです。狂犬さん、父も癌で亡くなって無になりました。私たちはもっと本当の答えが欲しいんです。死んで無になるだったら何の意味があるのか、死んで無になるなら生きることに何の意味があるのか、そこでは世の中ではそれの答えがないんです。世の中ではそれを答えをですね、答えていません。新海さん、すべての動植物は子孫を残すためにいるんですよ。じゃあ新海さん、なぜ、子孫を残すためにあるんですか。子孫を残すことにどういう意味があるんですか。その答えがなければ子孫を残す意味がないのです。子孫を残すということは、その子孫に生きる意味があるからこそ子孫を残すんでしょ。自分に生きる意味がなくて子孫に生きる意味がなぜあるんでしょうか。子孫を残す理由は一体何でしょうか。その答えが必要です。皆さん、人間にはどこから来てどこに行くかという答えが必要だと思いませんか。ここにちょっと変わったツツジがありますね。これ一応花ですけど、ちょっと変わったツツジですね。これも一応花ですね。ツツジ、変わったツツジですね。皆さん、私たちはですね、もっと自分はどこから来てどこに行くのか、一体人間とは何か、自分とは何か、答えが必要だと思いませんか。それを知らないで生きるということは不幸だと思いませんか。ユウさん、生きる意味があるのだから死んだ後にも意味があるのだと思います。アメン。素晴らしい、素晴らしい。生きる意味があるならば死んだ後にも何かがある、そうですよね。生きる意味があって死んだ後意味がなくなるというのは何かおかしいですね。マスミさん、おはようございます。そうなんです。ちょっとね、電波あまり良くないんですね。ごめんなさい。なかなか電波いいとこがないです。そしてですから皆さん、この社会も科学も人間がどこから来てどこに行くか、その答えを持っていないんです。多くの人はその答えなしで生きているんです。でもそれは、とても虚しいです。中太さん、離婚されて同時に仕事も失いました。もう生きていけないです。中太さん、大丈夫です、大丈夫です。結婚や仕事がなくても人間は生きていけるんです。生きる意味があるんです。中太さん、失望しないでください。結婚と仕事に、頼ってきたかもしれません。それが本当の生きる意味ではありません。結婚や仕事が本当の生きる意味ではありません。もっと本当の意味があります。中太さんが本当の生きる意味を知ったならば、辛いかもしれませんが、生きる意味があるんです。ラブタンさん、おはようございます。あやさん、おはようございます。世の中や科学は生きる意味を知らないし教えません。人間がどこから来てどこに行くか、そのことは社会は教えないんです。多くの子供たちはただ仕事、結婚、お金、そういうことの中に価値観を見出しています。しかしそれはただ仕事がなくなった時に、離婚した時に、お金がなくなった時に生きる意味を失うのです。結婚や仕事やお金は生きる意味ではないということを多くの人は知らないのです。
離婚したらもう生きる意味がなくなる、失業したら生きる意味がなくなる、破産したら生きる意味がなくなる、そんなことではないのです。イエス様は私たちに本当の生きる意味を、教えに来てくれたんです。イスラエルの人たちは旧約聖書を持っていましたから、人間が神様によって作られ、アダムとエヴァの子孫だということをイスラエルの人たちは昔から知っているんです。メロディーさん、おはようございます。イスラエルの人たちは本当に神がこの世界を作り、人間を作ったということを知っていたのです。ですから彼らはどこから来たかということを知っていました。彼らはどこから来たということを知っていました。しかし彼らはどこに行くかを知りませんでした。旧約聖書には、塵から作られたものは塵に帰るとありますから、人間は塵から作られましたから、塵に帰るだろうというふうに思っていたかもしれません。確かに肉体は死んだら塵に帰ります。しかし、イスラエルの人たちは、漠然的に、天国があって、天国に行けるという希望がありました。ですから私たちは神によって作られた、塵から作られたということが分かります。しかし多くの人は死んだ後天国か地獄に行くということを知らないのです。多くの人は死んで無になるとしか、思っていません。中太さん、一人になるのが不安です。そうですね、今まで、奥さんがいて離婚して一人ぼっちというのは寂しいですね。森林に癒されます。アメン。ですからイエス様がこの地上に来たのは、皆さんを死んだ後どこに行くか教えてくれるために、教えるためにこの地上に来たのです。イエス様がおっしゃいました。人は神によって作られたにもかかわらず罪を犯して堕落し、神様から遠く離されて死んだ後その罰を受けなければならない。しかし、イエス・キリストを信じてその罪が許されるならば天国に行くという、そういうチャンスがあるんだよ、そういうチャンスがあるんだよとイエス様は教えに来てくださいました。ユウさん、私も離婚して子供まで失い生きる意味がないと思っていました。10年後に子供が帰ってきました。その時辛くても生きる意味はあります。アメン。ユウさんは、失望していましたが、10年後に子供が帰ってきました。待っててよかったですね。もしユウさんが自殺したら、子供に会えなかったでしょう。しかし、辛くても忍耐していたらまたお子さんに会うことができました。モーカさん、神様がこの世を作られたことだけが真実です。この基礎を知らなければ人生は漠然としたものになると思います。その通りです。この世界がなぜ存在するか、もしそれが分かんなければ漠然として何かですね、世界観って言いましょうか、あまり何かこうなんて言うんでしょうかね、知ろうとしないでしょう。神様が作っただとすれば、どういう法則で作ったのか、どういう秩序があるのか、それで科学を、自然を調べるようになったのが最初の科学者です。ガリレオやニュートンやコペルニクスは、クリスチャンでした。神が作った宇宙、そこには何か法則があるだろう、そこには何か秩序があるだろう。科学のスタートはクリスチャンが、神が自然を作ったんだから神の法則を調べようと
そのように観測したのが最初の科学者ですよ。つまり科学というのは神が作った自然に法則があるという前提で観測をしたり実験をしたりすることなんです。そもそも科学というのは信仰から出たことなんですよ。しかし多くの人はこの自然が偶然の産物だと思っています。どうして宇宙があるか、どうして自然があるか、どうして人間がいるか、よくわからない。よくわかんないままに生きるということは、それはもやもやとしてるんじゃないでしょうか。多くの人の心はもやもやしてるね。わけわかんない。なぜかわかんない。どうしてかわかんない。もやもやして生きています。しかし、クリスチャンになると、人間が神様によって作られ、この万物が神様によって作られ、そして私たちが死んだ後も、永遠の世界があるんだ。死んだ後も永遠の命があるんだということを知って、どこに行くかを知ったときに、私たちが漠然とじゃなくて、どこに行くかということを知ったときに、ものすごい平安と希望が出てきます。そしてそのモヤモヤがなくなるんです。多くの人はモヤモヤの中で生きているんです。わけわかんない。わけわかんない。どうなっちゃうかわからない。そういうモヤモヤの中で多くの人は生きているんです。しかし、私たちは見えてきたんです。自分がどこから来たことも、どこから来たかということも納得しました。どこへ行くかも納得しました。来たところと行くところがはっきり分かりました。人生に意味が出てきたのです。初めて、人生に意味が出てきたんです。どこから来てどこに行くかが分かんなかったら、意味がないでしょ。電車に乗るのはどこに行くか知ってるから意味があるんです。どこに行くか分からないような電車には意味がないでしょ。皆さん、行き先の分からない電車に乗らないと思います。それは意味がないからです。どこかに行くからその電車に乗るんです。人生も同じです。人生もどこに行くか分かんなかったら生きる意味がないのです。どこに行くか分かんなかったら生きる意味がありません。しかし私たちは確実に永遠の命、天国に行くということが分かったときに初めて生きる意味が出てくるんです。ゆびさん、おはようございます。かずみんさん、ガリレオは真実を研究していたのに迫害されたってしまいましたね。そうですね。教会が間違ってました。教会の考え方が間違ってました。もうかさん、今は希望に満ち、人生に意味を持ちました。主に感謝します。私たちがどこから来てどこに行くのか、私たちを作ってくれた方が誰なのか、それが分かったときに、私たちは生きる意味を持ちます。希望があるのです。目的があるのです。ちょっとくるくる、ごめんなさいね。ちょっとですね、電波悪いですね。なかなか、電波いいとこないですね。すいません、なかなか電波がですね、すいません、ちょっとブランコ。神様を科学で説明してください。神様を科学で説明してください。生物には遺伝子があります。遺伝子は4つの塩基によるその情報が入っています。そして情報学からすると、情報は発信するものがなければ、情報ではないそうです。遺伝子という情報はまさに神の、存在を証明しているのではないでしょうか。神がいなければ誰が遺伝子をコーディングしたのか、
神がいなければ誰がその情報を作ったのか。まさに遺伝子があるということは、遺伝子があるということは神の存在を証明しているのではないでしょうか。手紙があれば手紙を書いた人がいるべきです。動物は手紙を書くことはできません。日本語の文法を知らない人が日本語を書くことはできません。遺伝子の文法を知らない人が遺伝子を書くことはできません。遺伝子の情報は、遺伝子の分布を知っている神様だけが書くことができたのです。つまり生物の存在が神様の存在の証拠です。遺伝子が神様の証明です。それでは証しタイム行きましょう。証しタイム。イエス様を信じて、自分は、神様から作られた存在だ。自分は、神様に似せて作られた存在で、将来、天国に行くということが分かった証。イエスキリストを信じて、将来天国に行くということが分かって、自分は生きる意味があるということが分かった証。スタート。自分は、生きる意味があるんだ。どこから来てどこに行くかが分かった。どこから来てどこに行くかが分かった。私には生きる意味があるんだということが分かった証。スタート。ラストミーティングさん、おはようございます。ジュデロンさん、おはようございます。コリちゃん、おはようございます。はい、岡さん、おはようございます。ニートの方も神様によって作られたんですよ。ニートの方も、生きる意味がもちろんあるんですよ。仕事がないから生きる意味がないのではありません。むしろ私たちは、その仕事によって考えるチャンスを失っています。ニート万歳という言葉があります。それは私が作ったんです。それはニートになってこそ生きる意味を考え始めるからです。仕事がなくなって一体何のために仕事をするんだ、何のために生きるんだという考える機会にもなります。勝さん、おはようございます。電波ごめんなさい、電波がちょっと悪いみたいで申し訳ありません。ヒットさん、牧師、世の中には科学で解明できないこともあります。いや、たくさんのことが解明できないでしょう。カズミさん、行く先不明の電車には乗らないという例え、とても分かりやすかったです。
私も生きる意味を、生きる意味、方向を見直したいです。アメン。そうです、アメン。和美さん、その通りです。多くの人は行き先不明の電車に乗ってるんです。行き先不明の電車から行き先がはっきりした電車に乗り換える必要があります。多くの人は、地獄行きの電車に乗っています。地獄行きの電車に乗っています。天国行きの電車に乗り換える必要があります。天国行きの電車に乗り換えましょう。多くの人は地獄行きの電車に乗っています。本当に地獄行ってしまいます。私たちは、危なかったです、危なかったです。もう本当に地獄に、行くことになってました。でも私たちは電車を乗り越えた、乗り換えたんですね。行き先の違う電車に乗り換えました。それが信仰です、それが信仰です。門下さん、イエス様を信仰し本当に生きる意味を知りました。聖霊様が心に入り、ポジティブになり、希望に満ち、毎日祈るようになりました。アメン、アメン。行き先、行く目的があるので、行き先があるので希望に満ちることができます。どこに行くのか分からなかったら、希望はないでしょう。不安でしょう。要するに行くところが分からなかったら不安ですよね。多くの人が不安なのはどこに行くか知らないから、どこに行くか知らないから不安なんです。事実、地獄に行くことを知るべきですね。地獄に行くということを知ったらば、まあ、不安どころか、わあ、もうこそ、やだ、ね、地獄に行きたい、行きたくない、地獄に行きたくないと思うでしょう。でも地獄に行くことを知らないから漠然とした不安しかないのです。漠然とした不安も良くないですが、もうちょっと明確に、地獄に行くということを知らなければなりません。私たちはそれを知ったんです。私たちは地獄に行く電車を乗り換えて安心しました。あ、間に合った、あ、よかった、あ、地獄に行くところだった、あ、地獄に行く電車に乗っていたけど、あ、乗り換えることができた。イエス様のおかげで電車を乗り換えて天国行きの電車に乗ることができた。あ、間に合った、あ、よかった。もうこれからはこの電車から降りないで、この電車にしっかりと乗って、この電車に乗っていれば必ず天国に行くんだ、この電車に乗っていれば必ず天国に行くんだ。それが、信仰です、それが信仰です。坂田さん、以前はうちで朝からお酒を飲んでましたが、今日は我慢できました。アメン、アメン。ゆうびさん、昨日は頭痛くて死にたかった。ゆうびさん、生きる意味があります。希望を持ってください、ね、失望してはいけません。生きる意味がある、あることをまず皆さん知ってください。生きる意味がないと思ったら、苦しくなります。生きる意味がないのに生きるというのは辛いことです。生きる意味があるからこそ生きるのです。生きる意味があるから生きる、生きることを続けられるんです。生きる意味がなかったら生きることを続けられません。多くの人は生きる意味がないのに生きているから辛いのです。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、自分はどこから来てどこかに行くか知りたい、自分はどこから来てどこに行くか知りたい、生きる意味を知りたい、行き先を知りたい、自分はどこに行くんだろう、自分はどこに行くんだろう、生きる意味を知りたい、イエス様を信じて、イエス様を信じて生きる意味を持ちたい、生きる意味を
与えられたい、そう思う方はアメンと言ってください。生きることができるような力強さ、生きることの喜びを感じるような意味、生きる意味を欲しい方、生きる意味が欲しい方、アメン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 。アメン。天国のある照明ですか？空を見てください。空、空が天国の照明です。空は天国に、天国を表してますから。空を見れば天国があります。また綺麗な自然、綺麗な自然もですね、天国の照明です。天国には綺麗な自然がたくさんあります。この地球の自然よりもっと綺麗な自然が天国にあるんです。つまり地球の綺麗な自然は天国の照明です。天国の照明です。天のお父様、感謝します。多くの方はどこから来てどこに行くかは知りません。漠然と生きています。もやもや生きています。多くの人の心はもやもや人生です。ですから生きる意味が分かりません。何のために生きるか分かんないまま仕事をし、辛い仕事をし、辛い勉強をし、辛い生活を送っています。何のために食事をするのか、何のために生きるのか、それが分からなければなんと辛いでしょうか。意味のない人生、意味のない人生を送っています。どうぞアメンと言った方々が、これから、あ、自分は神によって作られ、神によって生かされ、そして将来神の国に行くんだ、永遠の命があるんだ、イエス様によって、イエス様によって生きる意味が与えられるんだ。今までは生きる意味がなかった、単なる欲やお金が生きる意味だったけど、仕事や結婚は本当の生きる意味ではないんだ。本当の生きる意味が分かった。本当の生きる意味、それは私たちがイエス・キリストに会って、イエス様のために生きる、私たちを作ってくださった方のために生きる、その本当の生きる意味が分かった。自分がどこから来てどこに行くかが分かった。これからそのように本当に、意味のある人生、目的のある人生、価値のある人生を送りたい。イエス様を信じて、これからは天国行きの電車に乗るんだ。地獄行きの電車から天国行きの電車に乗るんだと、決心しました。